はい、マサチューセッツ工科大学1年の副島智弘と申します。今回少しではありますが、マサチューセッツ工科大学のご紹介をしていきたいと思います。マサチューセッツ工科大学とは、アメリカの北東部の都市、ボストンに位置する私立大学です。学部では学年1年に1100人程度、学部全体では4500人程度の中規模な大学となっています。名前の工科が示す通り、サイエンスやテクノロジーに非常に強みを持っている大学です。MIT を語る上で一つ外せないのは、MIT の学業の大変さという一面です。これは、プリンストンの学生新聞である The Daily Princetonian という新聞に掲載された画像なんですが、各大学の A を取るための大変さということを示しています。まずイェールはまるで草原を歩いていくかのような気楽な感じで A が取れる。プリンストンは A を取れる人の割合が決まっているので、ケリと試合が起こる。で、MIT は A があまりにも大変なので、炎を越え、嵐を乗り越え、竜を倒さないと A を取ることができない。こういうふうなことが、プリンストンという他の大学の学生新聞から出るほどに、MIT の学業は大変だというイメージはアメリカでは浸透しています。ただ、学業はただ大変なだけではありません。実際にそれをサポートする充実した環境が MIT の魅力の一つです。こちら、MIT の物理学科の一流の研究者の方々4名の写真なんですが、実はこの4名が同時に一つの授業を担当しているんです。これは844 Statistical Physics という授業の担当教員にちなんで、一番上のジャフィー先生が大教室の講義を担当し、下の3名の先生方は10人から20人程度の小教室のリセテーションを担当しています。つまりただ講義を聞くだけではなく、実際に一流の研究者とすごいほぼ1対1ぐらいの関係で話をすることができ、実際に勉強することができるという充実した環境が整っています。もちろんどの先生方も週に2時間程度のオフィスアワーを持っていますので、直接質問しに行くことも非常に気軽にできます。また、MIT のもう一つの特徴的なプログラムとして、Europe Undergraduate Research Opportunity Program というものがあります。最近は他のアメリカの大学にも普及してきましたが、これはもともと MIT で始まった学部生向けの研究プログラムです。このプログラムに参加すれば、ただの研究体験、実験体験ではなく、実際の研究に参加することができます。そこで結果が出れば、それを論文として大学院生や教授の先生方と一緒に発表することもできますし、それを例えば学会発表などをして実際に研究経験を積むことができます。ここで MIT が非常に素晴らしいと思うのは、大学院生の方や教授の先生方などが非常に学部生の研究室への参加に対してオープンな態度を持っているのです。そのため非常に学部生の側からもこういったプログラムに参加しやすい雰囲気が醸成されています。さて、研究の話を勉強の話ばかりしてきましたが、学生生活というのはそれだけで終わるものではありません。MIT の学生は非常に遊び心をたくさん持って、日々の生活を楽しくしようという工夫を随所に凝らしています。例えば今こちらにある画像、ドーム10という MIT の象徴的な建物の一つなんですが、これが春学期の最終試験の初日の朝にこんな形に姿を変えていました。これよく見ると分かりますが、スターウォーズの R2D2 の頭部の形に装飾されているんですね。これはつまり春学期の試験初日っていうものすごい忙しいはずの日に、MIT の学生たちが何人かがドームの上まで登っていって侵入して、それを装飾してみんなを楽しませようとしたということがわかります。こういうふうにただ勉強に集中するだけではなくて、どうにか時間を見つけて他のことも楽しもう、新しいことをやってみようというふうな気質が現れているのが MIT の学生たちです。何か新しいことをやってみたい、他ではできないようなことをやってみたいという人にとっては MIT というのは素晴らしい環境なんではないでしょうか。ありがとうございました。